遠藤くん。昨日。あ、サンキュー。何があったの？え？いや、何も。顔を見ればわかる。私にも話せない？サッカーなら一人で守りきれないときは二人で。でしょ？昨日にはかなわないや。日野さんと音無さんはどこ？私雑用は嫌よ。そうだったの。ライモンが勝てば二人は一緒に暮らせないんだ。待ちなさいよ。アップもせずこんなところで何をしていたのって聞いてるのよ。音無さん。起動。お前には関係ない。あなたは起動家に行ってから変わった。私たちが別々の家に引き取られてから一切私と連絡を取ろうとしなかった。どうして？悪いことを企んでいるから？それとも私が邪魔だから？私が邪魔なんでしょ？だから連絡もくれなくて。あなたはもう優しかったあのお兄ちゃんじゃない、他人よ。木戸くん、音無さんを引き取ろうと思って頑張っているのに、音無さんにはそれが伝わってないなんて。うん。何かいい方法があればいいんだけど。あ、違うから、試合に負けてほしいって意味じゃないからね。分かってるよ。俺だって勝ちたいしさ。うん、さあ、戻ってアップしないと。ん？遠藤くん、あそこ？え？監督と刑事さん。やはり影山は何か仕掛けていると。え、今も部下が調べているが、まだ何も。手伝おう。いや、面倒事は俺が引き受ける。ガキどもは任せた。いい試合にしろよ。感謝する。わかった。どうしたの？わかったんだ。軌道が探していたものがあの刑事さんと同じスタジアムに仕掛けられた罠だったんだ。罠？どう？怪しいものは何も。それにしてもこんなにお客さんが多くっちゃ。でもどうして？音無さんを引き取るためなら放っておけばいいはずなのに。あいつのプレーすごいだろ。え？卑怯な真似をして音無を引き取りたくないんだよ。正々堂々自分の力で勝ち取りたいんだ。そのために死ぬほど頑張ってる。だからあいつのプレーはすごいんだ。木戸くんのことをよく分かってるのね。でも戦える？え、正々堂々と戦ってライモン中が勝ったら木戸くんと音無さんは。それでも気持ちには気持ちで応えなきゃ。それが本気の相手への礼儀。俺も正々堂々本気で戦う。たくさんの観客っす。緊張してきたっす。リラックスさせてやるよ。やめてくれ。落ちてきたのか。たく危ねえな。獅子戸に当たってたらどうすんだよ。帝国はちゃんと整備してんのか。なんでこんなものが。帝国両チームの入場です。一体どこだ。総帥はどこに仕掛けた。いつもと同じ。
総帥の性格を考えれば、これは総帥と俺の試合。総帥ならどうゲームメイクするか考えるんだ。天に翼も自分にかかるんだ。まさか。設計図と比べてみましたが、スタジアムの構造にも変化はないようです。新しく設置された設備や機器もありません。もう試合が始まるというのに手がかりなしか。そっちは？最新の暗号解読プログラムでなんとか頑張っていますが。やりました。アクセスできました。よし、影山に関するデータを探せ。大変です。データが一人で消えていきます。何？他人がアクセスすると消去されるプログラムが仕掛けられていたようです。一つでもいい、残せ。無理です、一切操作ができません。消えてしまいました。プロジェクト Z。 鬼瓦さん、お届け物です。なんだい。遠藤って少年からです。こんなものが落ちてくるなんて変だと思う。ボルト、工事関係者だ。スタジアムの工事関係者を大至急洗うんだ。フットボールフロンティア地区大会決勝、ライモン中隊帝国学園の開始です。あっと、どういうことだ。突然ライモン中側の天井から鉄骨が降り注いできた。大事故発生。まさかここまでやるとは。ひどい。グラウンドは鉄骨が突き刺さり、これではライモン中イレブンも。え、なんとライモン中イレブンは無事です。誰一人怪我さえしていない模様です。これは奇跡だ。キドウが言ったことはこういうことだったのか。やった。総帥、これがあなたのやり方ですか。天に唾すれば自分にかかる、あれがヒントになったのです。あなたにしては軽率でしたね。言ってる意味がわからぬ。私が細工したという証拠はあるのかね。あるぜ。あれ、そいつが証拠だ。刑事さん。どうだ。はい、確かにボルトが緩められています。明らかに人の手によるものです。こいつが依頼で受け負ったと、すべて白状しました。というわけだ。俺はもうあなたの指示では戦いません。俺たちもキドウと同じ意見です。お前たち勝手にするがいい。私にもお前たちなどもはや必要ない。影山レイジ、一緒に来てもらおうか。お前には聞きたいことが山ほどある。洗いざらい入ってもらう。あの笑み、総帥は俺が罠に気づくかを試して。だがなぜ。あんな人に従っていたなんて。響監督、遠藤、本当にすみませんでした。総帥がこんなことをしたんです。試合をする資格はありません。俺たちの負けです。え、何言い出すんだよ。責任は取らなければいけない。遠藤、判断はお前に任せる。提案を受け入れるのも試合をするのもお前次第だ。監督。やるに決まってるだろ。俺たちはサッカーをしに来たんだ。お前たち帝国学園とな。感謝する。ここを裏切ってまでキャプテンたちを。お兄ちゃん。安西先生、監督代行をお願いします。グラウンドの修復を完了。今度こそ正真正銘フ
ットボールフロンティア地区大会決勝の開始です。見せるぞ生まれ変わった帝国のサッカー。俺たちの熱いライモン魂全力でぶつけるんだ。